かなと思いますね。まあ、いつも通りね、私の雑談はちょっと面白くないかもしれないけど、うん、まあこれはね、アニメのフリーのね、アニメなんですね。うん、可愛いよね、この男の子が一番可愛いね、男の人がね。で、これ何年前だったやつかな、あのローソンでキャンペーンでもらったやつですね。うん、どうぞ。イケボばっかの集まりですね。フリーのねやつですね。うん、まあ今のぴったりな時代だよね。そう、うん、今っていうか昔からね、異性同性関係なく、あ、この人がどこを人が好きかとかね、まあ、こっちが好きなのかこっちが好きなのかで、今そういう時代なんだよね。今っていうか昔からそうだったんだけど、その昔はちょっとあの男とか女とか出しすぎて、男さついてたものを見て、部品がついてたっていう部品なんだよ、私からするとね。まあそれで決めてきただけなんだよね。うん、別に性転換する必要もないしね、自分で、辞任をしたところで決めたらいいだけで、あの本当に、あ、この人がいいなとか、うん、異性がいいな、あ、この人がいいな、性格がいいなとか、そういうの見ていて、まあ一緒に結婚するとか結婚しなくてもね、パートナーとして一緒に住むのは同性だろうが異性だろうがいいんですよね、これ。うん、まあもこれはちょっとそれにこれにちょっと近いんだよね。まあこれに近いのがこのフリーのあのアニメの感じするね。うん、あのローソンで、あったやつだよね。うん、でこれはね、モンテール、多分モンテールだったと思うんだけど、モンテールの何だよ、だからモンテールのデザートなんだよねこれ。有名なあんなとこの店じゃなくて、モンテールだからまだいいかなと思ったんだけどね。まあちょっと昔ちょっと高かったよね、今も高いって高いか、モンテールね、これだからここ美味しいんだよね。まあ、あまりしょっちゅうデザート食べたらちょっと腸に悪いからあまりおすすめできないけども、美味しいんだよね。人間の心理学でね、こういう美味しいもん